沢さん、アイドルが成長したみたいですね。そうですね。でもきっとフェスだけじゃなくて今までのプロデュース活動の成果だと思いますよ。アイドルたちは日々の活動の中で様々な経験を積んで成長していきます。ダンスが磨かれる子もいれば、ビジュアルが洗練される子、歌が上手になる子、アイドル一人一人の個性や魅力、それがプロデュース活動で開花していくわけです。プロデューサーさんは彼女たちの成長をきちんと見守って、正しい成長を促してあげてくださいね。アイドルの魅力を引き出すものとして改めて説明しておきたいのが、楽曲とコーディネートです。そのあたりのことを簡単にまとめてみました。こちらのボードを見てください。アイドルの子たちが最高のステージを表現できるよう、プロデューサーさんがしっかり見てあげてください。次にお仕事の説明です。プロデューサーさんはこれまで4つのお仕事をしましたね。それらの特徴をもう一度おさらいしてみましょう。はい、こちらをどうぞ。さて、来週はいよいよ、おっと、あ、なんでもありません。来週もよろしくお願いします、プロデューサーさん。それじゃあ私は上がりますので、お疲れ様でした。おはよう。プロデュースの調子はどうかね。私も順調だと思うよ。さて、そんな君に今日は伝えなければならないことがある。アイドルのランクはアイラが決めることはすでに知っているよね。そうだ、アイドルたちは明確なルールのもとランクが変動していく。だがプロデューサーは違う。君の力量、つまりプロデューサーランクはこの私が判断をしていくことになる。ここ数週の活躍で私は改めて君のプロデューサーとしての可能性を確認できた。これからはより一層我がナムコプロのためにも貢献をしてほしいと考えている。そこでだ、私がシーズンごとに提示する目標の達成をプロデュースの中で目指していってもらおうと思う。そういうことだ。もちろん君の力量を踏まえたものを提示していくつもりだ。無理難題は出さない。見事に目標を達成した場合はそれをもって君のプロデューサーランクを上げるというわけだ。
目標達成時には他にもプロデュースアイドルの追加や楽曲の提供をしていくつもりだが、逆に目標を達成できなかった場合、その時のアイドルのプロデュースを一時的に解除することも考えている。いや、プロデュースを一切禁じるわけではない。あくまで一部のアイドルに限っての話だ。それに私も鬼じゃないからね。君が再び目標をクリアすれば、再びプロデュースを許可するつもりだよ。では早速今週から目標を提示しよう。今回のシーズン目標はこれだ。期待しているよ。アイドルを輝かせるも曇らせるも君次第だ。夢油断しないようにね。プロデューサーランクについての資料を音梨くんがまとめてくれている。こちらにも目を通したまえ。長くなってしまったね。ひとまず休憩しようか。今週の予定はまた後で話そう。さて話の続きだ。急で申し訳ないんだが、今週はオールスターライブを開催しようと思う。オールスターライブは我がナムコプロのアイドル全員で行うライブだ。まさに夢の一大イベントだ。詳しい説明は音無君から聞いてくれたまえ。よく聞いておくように。はい、それではオールスターライブについて私からご説明しますね。オールスターライブは夏と冬それぞれ最後の週に開催されるお仕事です。はい、オールスターライブの開催週は選べるお仕事もオールスターライブだけですからね。今週のオールスターライブはいつもと開催時期の違う今回だけの特別なお仕事ということです。オールスターライブは基本的にナムコプロ所属のアイドル全員で取り組みます。プロデューサーさんはこのライブ一番の盛り上がりどころで歌う3曲の楽曲を選んで、その3曲を担当するアイドルと衣装やアクセサリーといったコーディネートを決めることになります。難しく考えなくていいんですよ。ナムコプロみんなでのお祭りなんですから。この曲の担当を振り分けるときにはプロデュースしていないアイドルも選べますからね。とにかくプロデューサーさんは一番盛り上がりそうな組み合わせを考えてくれればいいんです。あとオールスターライブに挑む際、プロデューサーさんに知っておいてもらいたいことがあります。それはアイドルたちの秘められている力、スキルのことです。アイドルたちは日々のプロデュースで成長しますが、スキルを取得して能力を伸ばすこともできるんです。スキルを取得するにはそのアイドルが持つ SP が必要になります。レベルアップなどで溜まった SP でどのスキルを取得させるかはプロデューサーさん次第ですよ。とにかく実際にやってみましょうね。まずこの書類を見てください。では実際にスキルを獲得してアイドルの秘められた力を解き放ちましょう。お願いします。
おお、どうやら一通り準備が整ったようだね。お疲れ様。結構結構。ではそんな君に私からもプレゼントを贈らせてもらおう。オールスターライブで歌えるよう3曲を君に進呈する。これでライブを盛り上げてくれたまえ。ではいよいよライブに向かうとしようか。仕事を選んでくれたまえ。でいかに会場を盛り上げるかというところが重要になります。全力で盛り上げてこの大きな会場をアイドルの魅力でいっぱいにしてあげてください。詳しくはこちらの小鳥ちゃん秘密メモをご覧くださいね。
ロデューサーさん、3曲のセットリストを組みましょう。